ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4でデイメア1998の実況プレイ、初見高難易度ですね。続きからやっていきましょうか。お願いします。で、前回最後ゲームオーバーになったんだけど、ペンチを手に入れた産婦人科からスタートになったね。あ、ここそもそも産婦人科じゃなくて、産婦人科ってもしかしたらこの2階の正面玄関って書いてあるところのすぐ上にある青い扉、あそこなのかもしんねえわ。あそこも確かね、鎖で閉じていたような記憶があるんだよ。だから前回1回ペンチを手に入れて下に降りたのがそもそも間違いだったっていうことだね。つうわけで向かっていってみましょうか。ゾンビが3体で前回最後やられてるから、しっかりと対処して。冷静に。あ、強化弾だったら意外と遠くからでも顔面崩壊させられるか。あれ？これリロード、ちょっと待って、セットしてねえわ。マガジンセットしてなかったっけ。セットしてない方を装備してたわ。ブスロ相当使っちゃったよね。うわ、ショットガンの弾薬もないし、病院に入った瞬間の頃みたいな弾のないような状況に逆戻りしちゃったね。こいつら3体、2体だけ倒して、で1体だけ横すり抜けるっていうのもありだったかもしれない。開いてる。あ、そっか、そういうことか。あの3体のゾンビがここをぶち破って出てきたってことか。え、じゃあ中にいた人ってもうこれ亡き者では。これはエナジードリンク。体力は 61% が飲んどくっていう手もありだけど、あ、この人がひょっとして目的の人だったのかな。うわ、ここに来てこれか。ベリーハード。ただ、チェックポイントが直前だから、ここは失敗してもやり直すだけ。かかってこいよ。はいはい、どうもご苦労さん。あ、やっとできた。いやいやいや、ここまでで、ゾンビをノーダメージ、ゾンビ3体ね、をノーダメージで処理するまでに、11回。で、ハッキングを成功するのに4回、やり直してる。ふぅ。で、俺どこ調べればいいんだ。ここじゃないの？目的の産婦人科って。パソコンかな？あれ？マグナムの弾手に入れただけ？マグナムの弾手に入れたっつっても俺マグナム本体持ってないんだけど。うわ、これだけか。次どうすりゃいいんだ、じゃあ。一回マップ確認。どこか行けるようになってるとこある？それともここチェーン、ペンチで切れるかな？無理だよね。やっぱり中庭かな？今後これマグナム手に入らなかったら、収支的にはドマイナスなんだけど、マグナムどこに出てくるんだろう。まあいいわ、とにかく地下行きましょう。この3体処理したのが無駄にならなかったことを祈るしかないな。マジで弾なくなりそう。
強化弾7発入ってる。確かショットガンはあと2発。マガジン残ってたよね。マガジンっていうか、装填されてたよね。正確にはマガジンじゃねえわな、ショットガンは。うわ、参ったな、これ。で、一番参ったのが、この収録時間なんだよね。結局のところゾンビの突破と、ケーブルの突破に15分くらいかかってるから、無駄に動画の容量食っちゃった。全部カットするつもりだからね。じゃあ結局の話、中庭に向かわないといけないんだけど、筋肉野郎がいるよね。手前のところに。だからそいつを足止めしながら扉破らないといけないんだけど、できるかな？それ俺に。俺にあまり難しいことを求めないでいただきたいんだけど。どっちだっけ？奥の方だよね。倒しとくべきだったかな。あ！止まれ。通して。よっしゃ。ここ戻ってくるよね。倒しておいた方がいいかもしんない。倒れて。倒れろ。よっしゃ。ポニーテールのお姉さん、このダメージは許容するしかあるまい。回復しておこうかな。足止めしてとっとと先に進んだ方が良かったかも。まあ死ぬこと前提でちょっと進んでみるか。もしかしたら中庭が違う可能性もあるからね。ぐるぐる回るされるだけ回って。あわよくば敵の再配置で筋肉野郎がいなくなっていることを祈るしかないな。いなくなってね！ゾンビとの波状攻撃だけやめて。大丈夫だわ。敵が再配置されていたっていうことは、こっちが進行ルートで間違いないよね。ゆっくり行こう。君は？あ、やっぱりいるのか、お前！あ、転倒しない！よし、今のうちに開けよう。よし、行け！来るよね。あいつ。わ、来た来た。どこ調べればいいの俺。あ、索敵解除されてる。よかった。近寄らないでおこう。近寄らずに調べよう。なんか落ちてる。わあ、見つかっちゃった。避けて。よっしゃ。させっか。え、どこ行きゃいいんだ俺。いて、食らってる。あれ、ここでもないし、どこ行きゃいいんだろう。あいつ地形にはまるから。こっちにいよっか。あ、見失ったかな？あれだけど俺どこ行きゃいいんだろう。体力 45% か。マグナムの弾ばっかり手に入れても仕方ないんだよね。あれ？進行ルートわかんないけど。どうしよう、迷ったな。まだペンチで開けられるところがあるのかな。ペンチなくなってる？あ、なくなってる。あれ？どこへ行けばいいんだろう、本当に。
消息不明の隊員だよね。1階のレセプションから通じていたはずだ。1階のレセプション。レセプション。どこだあれ。え？あれどこだ？レセプションって。まあ向かうか。ペンチを使ってマグナムの弾と回復アイテム手に入れたってことか。うわ、できればあの筋肉野郎を一発のショットガンで転倒させて、その隙にアイテム回収して戻ってきたかったな。これは。弾薬の枯渇が激しくなってきた。今後、さらなる戦闘が予測されるけれども、かなり厳しい状況だよね、これ。レセプションこっちだわ。あ、いる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 。これ以上戦ってらんねえわ。あ、消えた。くっそが。幻が。こっちだよね。うわ、今の一発、無駄に終わったか。なんか今足元にいたような気がするけど、気のせいか。ここだよね。ドイツだ。え？ここでは？もう一回見てみよう。産婦人科が1階のレセプションから通じていたはずだ。彼の同僚って誰？ここ？まさか。それともここか？それとも、このデバイスで開けられる隠し扉がどこかにある？エマージェンシーゲートって書いてあるけど、ここじゃないよね。どうすりゃいいんだ？これ、先進めないけど。わけわかんねえ。火消すことできんのかな？マジかよ。詰まった。どこから先へ進めるんだろう。それともまだ取りこぼしがあるのかな、どこかに。だとするとペンチ使ったところだよね。もう一回行ってみるか。死を覚悟で。あ、ここじゃねえわ。死を覚悟でもう一回行って、リセット前提で立ち回るか。回復アイテム使っとこうかな。あの筋肉野郎をかいくぐって、探索しないといけないから、回復アイテム使っとこう。一回ペンチ使った後に、オートセーブ入ったような気がするんだよね。だから、ルート的には間違いないと思う。あいつの攻撃をかいくぐって、何かしらまだ調べられるところがあると踏んだ。敵うまく回避できるようになりたいな。敵を回避するのが難しいよね。特にショットガンの弾がないから、あいつを足止めすることすらもできないんだけど。マグナムか。マグナムさえあればな。ショットガンの弾もないし。あいつを足止めする手段がない。あれ？どこ行った？どこ行ってる？あ、いた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 ！うわ！あ、なんかあるわ！なんかあるわ！なんだあれ！真ん中の方に何かがある。避けて！無理か！なんかあるわ！拾って！拾え！おお！マグナムだ！
この短冊させろ。あっぶねー、これだよね。うっせやろ。さらなる窮地が。これきついでやんす。うわぁ、嫌だなぁ。決勝逃亡隊、起きて。済むかも。あー、ダメだ、当たらない。ここは少しでも探索したい。うーわ、辛っ。照準が意味不明。ゾンビどこから出てきた？こっちの方から出てきたよね。開けられるようになってんのかな？あ、無理。死落としていくしかないかな、もう。通れないんだけど。もったいないけど。まだいるよね。どこにいる？とりあえず地図見て。どこか行けるようになってんのかな、今ので。俺なんか手に入れたっけ今。あ、バルブか。はい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 。地下へ戻らないといけないってことね。残りのゾンビどこ行った？あ、こっちにいたか。無視よ。くっそ、もうマグナムしかないんだけど、弾が。進めるところまで進むわ。うわ、きついな、これ。ゾンビに向けてぶっ放しちゃった。しかもクソエイムで。ダメかもしんない。風前の灯火なんだけど、物量が。うわー、敵出てこないで。怖い、やめて。あ、大丈夫だわ。これ体力の自動回復あってもいいと思うんだけどな、少しぐらい。まあ、高難易度でやってる俺が悪いんだけど。回復アイテムがもうない。限界まで一応マグダブリロードしておいて。満身創痍で地下へ行きましょう。まだボスがいるかもな。きつい戦いを余儀なくされる。敵がいないことを祈る。これでエレベーターの中に乗ってたらやばかったな。オートセーブが本当に邪魔だわ、このゲーム。セーブポイントの数をもうちょっと増やしてほしかった。積みが普通にあるよね。厳しい戦い。またあの妖怪人間出てくるんじゃね？大丈夫かな？いねえわ。一応、敵がいないかどうかだけ確認しておいて。いないね。よし、いける。静かなもんだわ。来ないで！お願い！もう、それ以上は。死んじゃう、死んじゃう。よし、いない。バルブまで。よし。よしよしよし。こいつ起きんなよ、女。生足の女。これだ。で、ここから先が謎解きね。で、バルブを使って、さて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 、どういう風に動かす？
これでおそらくスプリンクラーが作動すると思うんだよね。ん？なんかどこかで見たことあるような謎解きなんだけど、これ全部の針を緑のところまでやればいいのかな。よくわかんない。どのバルブを動かしたらどのバルブが下がるのかよくわかんないんだけど、あ、これでいいかもしんない。あと右だけ動かしていけば解けるかも。これでいいのでは。産婦人科へ滑るようになったな。ここで入るオートセーブ、積みは近いのではというところで、今回はここで終了にしよう。マグナムを持った勇ましいサム君、果たしてから生き残ることができるのか。では、ご視聴ありがとうございました。